当たりのウクレレっていう言葉聞いたことないですか。まあ当たりがあれば外れもあるんですけど、この当たりのウクレレっていうのはいい音がするウクレレっていうことですね。はい、皆さんあの楽器屋さんに行ってウクレレを弾いて、で当たりのいいウクレレを探したいわけじゃないですか。同じ値段払って同じウクレレを買うなら、その同じものの中でもいい音がする当たり、これの見つけ方をですね、ちょっとお話ししたいと思います。さしてきた。はい、 BJ のウクレレ講座です。ウクレレ木材でできてます。そのために個体差があるんですよね。同じメーカーの同じ型番でもすごく良くなるものもあれば、あれあんまりならないなこの人っていうのもあるわけです。はい、どうせ買うなら当たりのいい音するやつがいいじゃないですか。で、ただまあ楽器屋さんに並んでる時はまだ引き込んでない状態の新品、新しいウクレレですので、トップ板、サイド板、バック板の集合体みたいな感じで、それをどんどん鳴らしていっていい音にしていくというものなんですけど、そのまだ鳴ってない状態でも分かることがあるんですよね。全体にこうやって弾いた時に、まあ当たりのウクレレというと音がブワーッと出ます。はい、音量も結構あると思います。最初から弾いてないその木材の集合体自体でも鳴るっていうところがあるんです。で、あとこの辺のハイポジション7フレットから10フレット12フレット、この辺ぐらいを弾いた時にコーンって音がするんです。この辺がなんとなくあの音が詰まってるウクレレっていうのはあんまり良くない可能性があるだけですけど、あとは引き込みと愛情で変わってくると思うんですけど、でこれだけではわからないと思います。どうやってわかるかというと、楽器屋さんではそういうことはできないですけども、耳を裏板に当ててこうやった時に耳がキーンってくるぐらいにカーンって反射音がすごいウクレレは結構当たりの可能性が高いです。はい、そんな感じです。それからあと音以外でネックの太さとか、メーカーによって太さは全然違います。このケリーのテナーは、BJ の持ってるこれは結構ネックが太いんですよね。はい、この弦と弦の幅も結構あるぐらいですね。はい、だから実際に触ってみてパッと手を持った時にスッとなんかこうしっくりくる握りのもの、これを選んでもらうと、まあ間違い、特に間違いないかと思います。あとボディの厚さもありますね。こうパッと抱えた時に体にスッと入る、まあ、これは初心者の方には難しいと思います。すでにウクレレを何本か持ってる方は実際パッと持った時にスッと手にこう馴染む、体に馴染むウクレレっていうのは縁があると思いますので、このそのウクレレも持って帰っていただくといい。ちゃんとお金払ってくださいね。はい、持って帰っていただくといいと思います。はい、まあその辺は経験でだんだんと分かってくると思うんですけど、はい、すごくいい感じになってますよね。この辺も鳴るし、この人はもうすごい、握りとか持ちやすさとかはウクレレ当たり外れの問題ではなく、あなたに向いてるか向いてないかの部分ですからね。一生に一本の出会いがあるかもしれないですよね。はい、この選ぶ時って楽しいですもんね。はい、いいウクレレに出会えるように祈ってます。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。差してきた。